差がありすぎる。平安時代の給与体系。平安時代のお給料。平安時代は諸説ありますが、平安京遷都の794年から壇の浦の戦いで平家が滅びた1185年までのおよそ400年間を指すことが多いです。平安時代は現在のように一般企業はありませんでしたから、仕事をして一定の収入を得るための方法として手っ取り早いのは役人になることですね。もちろん一般庶民は行商をしたり、歌や舞を披露して収入を得るフリーランスとして活躍する人もいたようです。その収入は生活するのが精一杯といったところでしょう。平安時代の役人である官人たちの給与については、地位や役職によって決まっているので、ある程度計算できます。どんなことになるのか、詳しく見ていくことにしましょう。平安時代の身分制度。平安時代の官人は、位階と官職によって、厳格にランク付けされていました。そのランクによって収入が大きく変わってくるので、まずはそこから説明します。位階とは人に身分の上下をつけた制度で、最上位が小1位、最下位は小所位の下まで30の位が並んでいました。役人の給料に最も影響を与えていたのがこの位階です。なぜかというと、位階によってつける官職が決まっていたからなんです。例えば、当時の中央官庁の最高行政機関であった太政官の長である太政大臣につけるのは、小1位か11位の人だけでした。太政大臣は常任ではなく、ふさわしい人がいたら就任するという即決の官と言われるものでしたから、実質のナンバーワンは左大臣となります。そして左大臣になれるのは小2位か授2位の人だけといった形で、身分と官職が密接に関わっていきます。このように位階によってつける官職が決まるという制度を官位相当制と呼んでいます。この制度はもともと中国にあった制度を参考にして大宝律令にまとめられました。ただし、中国の制度と日本の制度には決定的な違いがあります。それは、位階と官職の関係が逆だということ。中国では官職の方が重要で、官職のランクが上がれば位階が上がる仕組みになっていますが、日本では官職のランクを上げるためには、まず位階を上げなければならないのです。なぜこのようになったかというと、大宝律令を定める前に、すでに士族による序列が存在していたからなんです。つまり、律令制になる前から、すでに身分のランク付けがあったんですね。そのため、そのランクを政治を動かしていく上で重要な職につける必要があり、苦肉の策で位階を重視する官位相当制が整えられたのです。中国では功績を上げれば官職が上がり、位階がそれに伴い上がっていくのですが、日本ではいくら功績を上げても位階が上がらないと上位官職につけなかったんです。しかも、位階の上位を占めている公家や貴族と言われる人たちには、出世をショートカットできる優遇措置がありました。恩位と言われるやつです。これは父または祖父が親王か五位以上の位階の人だった場合、その子息は十五位の下から十八位の下の位階が与えられるというもの。5位以上が貴族と言われる時代ですから、貴族はずっと貴族のままでいられるというわけです。パンピーとはスタート時点から大きく差をつけられてしまっているわけです。
平安時代の中央官庁は2つの官と8つの省で構成されています。2つの官は神事を司る神技官と行政を司る太政官です。太政官の下に8省が置かれる形になっています。その8省の下にも業務によって式、領、司といった下部組織が置かれます。すべての組織の中核となる役人は神、助、上、左官という4つの等級に分かれてそれぞれ業務を行いました。司等官制と言われるものです。神技官では神、助、上、左官、8章では神、助、上、左官と表記されますが、すべて読み方は神、助、上、左官です。紛らわしいけどそういうことになっています。ただ太政官だけは違って、大臣は大臣、納言は納言です。国司や太宰府についても同様に4つの役職が定められていました。司等官制で定められた役職についても官位相当制の適用範囲で、ここにも位階の上下が大きく関係します。地方の小さな国の国司であっても長官職である神になるためには十六位の下以上の位階が必要でした。位階の最下位である小所位の上だと小国の左官になるのが関の山でした。平安の官人の給料の仕組み。平安時代の官人が得られる給与は5位以上の位階の人間には厚く、6位以下には薄いものでした。官人に支給されるのは、1日2升の米を月でまとめてもらう月糧と、足絹や布、桑を位階に応じて春と秋に支給される記録というもの。それと馬の餌として米糧が与えられます。6位以下の位階の人たちはこれが給料です。しかし5位以上の貴族たちにはこれ以外の収入がありました。4位5位となると衣禄というものが加わります。年に1回足絹や布、綿などが支給されます。この支給があることで6位以下と比べると倍近くに年収が跳ね上がります。さらに5位以上の貴族には遺伝が与えられます。この田から収穫された米から粗として 3% を税として納める必要がありましたが、洋や蝶といった特産物などについての納税は免除されていました。5位なら8丁、およそ3ヘクタール。1位となるとその10倍の30ヘクタールの田が支給されました。30ヘクタールとなると、東京ドーム6個分以上です。広大すぎる。そして、三位以上の公卿には、さらに、威夫というものも支給されます。これは、特定の子、農民などの公民の家族を与えられることで、そこから上がる伝祖の二分の一、用や町などの税、労働力としての主張を得ることができるようになります。一位で、225から300個、十三位でも75から100個が与えられました。これらは位階による好位優遇ですが、この他に官職によって追加される給与も存在します。それが式伝と式符です。式伝とは官職によって与えられる他のことで、大納言以上に与えられるものと太宰府国司の官人、司省以上や軍事の司長以上に支給されるものがありました。平安時代後期になると、下級官人の給与補填のために、大学寮や恩用寮の博士や、軍を統率した軍旗などにも支給されました。太政大臣で40丁、左右大臣が30丁、太宰府の措置で10丁、国司で 2.6 兆、軍事で6兆ほどだったそうです。官職に伴い支給されるものなので、職を辞した後は返還していました。
一方、子規符とは、官職に伴い支給されるものですが、支給されるのは大納言以上となっています。時代が進むと、両家の官の中納言や参議にも支給されるようになります。この子規符は、同じ符を支給する衣符とは比べ物にならないほど多く、太政大臣で3000個、左右大臣で2000個、大納言は800個、中納言400個、参議80個だったといいます。並べてみたらわかる通り、五位以上、特に公卿と呼ばれる三位以上の人たちは、基本的な給与以外の収入がべらぼうに多いのです。三位以上の人たちの給与は、月領、記録、目領、遺伝、衣符、式伝、式符が総収入ということになります。六位以下の人たちは、月領、記録、目領だけ。国士や軍事になったら式伝がつくので、大学寮の博士になれるほどの才能に恵まれていない下級官僚たちは、国士や軍事を目指して高級官僚にすり寄っていたらしいです。地方の官僚になると、一定の税金を納めれば、あとは現地の裁量に任されていたので、私腹を肥やす国士も多かったそうです。そういった美味しい面もあったからかもしれませんね。給与面で様々な優遇措置を受けていた上級官僚たちですが、平安中期になると、遺伝や式伝からの米の上がりが悪くなっていきます。そのため、さらなる優遇措置として、年間に1から2名を官職あるいは位階の推挙権が与えられたのです。年料給分制度、略して年給制度と言われています。この権利がまたもや三位以上の公卿に与えられ、官位をお金次第で推挙するという倍官が公式に行われるようになったのです。お金を積めば官位が手に入るなら、地方の金持ち豪族はどんどんお金をつぎ込んだことでしょうね。一説には、十五位の下の位を米600石で買った豪族がいたそうです。米一石6万円とすると、およそ3600万円ですね。おかげで、官位官職が利権の温床になって、政治が乱れてしまいます。それでも、この年給制度は、鎌倉初期まで行われていたそうです。っていうか、戦国時代や江戸時代でも、関白の位や征夷大将軍の官職を得るために、宮廷を金銭的に援助してましたから、同じことでは、という気もしますが。当時の給料を現在の価値に直すと、平安時代の官人の給与は、その位階と官職の高さで決まります。1位で、太政大臣であれば、月領、記録、目領、遺伝、衣符、式伝、式符となりますから、ざっと計算しても、年間4億5000万円超え。2位の左右大臣職でおよそ3億6000万円。3位の大納言でおよそ1億1000万円と言われています。しかし、それ以外にも、年給制度で得た金額も加算されれば相当な額になります。貴族の中で中級にあたる C 5位になると、月領、記録、目領、遺伝、遺録が支給されますが、三位とはかなり差ができ、3000万から4000万円、5位になると1500万円から2500万円ほどとなります。公卿に比べると桁が変わってしまいますが、それでも現在で見ればエリート官僚ですよね。三位以上の公卿たちがハイパーセレブすぎなんです。それでは6位以下の下級官僚はいかがなものだったか。月領、記録、目領のみの給与となるので、
6位でおよそ700万円、7位で500万円、8位で350万円、最下位の少々位となると230万円ほどになります。なんだか身近な数字になってきましたね。ただ、6位以下でも太宰府や国司、軍事に勤めれば式典を得ることもできますから、職場によって年収は増えることもあったわけです。これらは給与として支給されるもので、国からの支給です。平安時代には貴族による土地の私有化である荘園制度が発達していきましたから、上級貴族、摂関家である藤原氏ともなると、想像を絶する財を築いていたと予想されます。また、国司も中央の目の届かない場所で、農民からガンガン年貢やら野々やらを徴収して、私腹を肥やす人もおり、あまりのがめつさから農民に訴えられた人もいました。でも、下級官僚は給与とちょっとしたアルバイトで生計を立てていた人が大多数だったようです。土佐日記の作者で歌人としても有名な紀貫之は、下級官僚の内規の職などを経て、40歳過ぎてからようやく従五位の下になります。ようやくエリート官僚の人生がスタートするわけです。それまでは類まれな歌の才能を生かし、上流貴族の祝い事の際に歌を詠んだり、当時流行していた屏風歌の歌い手として宴席に呼ばれたりと、副業にも精を出していたようです。同じように、陰陽師の代名詞ともいえる安倍晴明についても、荘五位の上に叙されたのは60歳を超えてからでした。それまでは貴族からの依頼で占いをしたり、祈祷をしたりの副業を行っていたそうです。その占いや病魔退散のみそぎやらが高評価を経て叙勲されたので、副業様々ですけどね。平安時代の女性の仕事。これまで説明してきた官人は、すべて男性が行っている仕事でした。でも、宮廷には天皇の奥さんである中宮や他の妃のお世話をする女官がいましたよね。紫式部や清少納言も、それぞれ一条天皇の中宮彬子、中宮貞子のそばに仕えた女房です。彼女らは今日にも残る名作を生み出した女流作家たちで、その博学さから中宮の家庭教師の役割も果たしていたといいます。高級といえば、江戸時代の大奥を思い浮かべますが、あそこにも大奥総取締って偉そうな人がいましたよね。平安時代の高級にも同じようなリーダー的存在がいたのでしょうか。いや、いないとまとまらない気がしますね。だって、1000人もの女性がひしめいていたのですから。天皇の仕事は政治ももちろんですが、後継ぎを残すことも立派な仕事です。そのパートナーである皇后や中宮といった奥様たちも、言ってしまえば公務員ですね。女官たちの序列を言うと、皇后または中宮がトップで、次が女御、その次が皇位、そして内侍の神、内侍の助、内侍の丞。残念ながら内侍の左官はいません。そして女授、名部、吾妻薔薇となります。高級の事務を取り仕切る高級十二使という部署があり、内侍の司、造使、諸使、薬使、などなど、字を見れば何の役割を担っていたかわかる部署が12ありました。平安中期以降はすべて内侍の司に統合されました。その内侍の司の長官が内侍の神なのですが、天皇の仕事の補佐などをしていくうちに、
将来の置き先候補の意味合いが強くなっていき、実質のナンバーワンは時間の内志の助となります。これが大奥取締的立ち位置ですね。女中は高級に150人以上いたと言われる雑用を一手に引き受ける女官です。そして名部は元は天皇の儀式に参列する役割を持っていましたが、次第に周囲の女房を指す表現に使われるようになりました。吾妻わらわは男装して天皇の行幸の際に馬に乗って同行したという珍しい女官です。三つ子の女の子は天皇を守るという言い伝えがあり、実際の三つ子や同服の姉妹を採用したこともあったそうです。女房として受胎すると受産身を授けられたり、神事を担当する名部は十五位の下以上の位階である必要があったりしたので、女性の中でも男性と同様の位を持つ人もいましたが、多くはそうではありませんでした。しかし宮中で仕事をする女官には国から給料が支払われるため何かしらの序列が必要です。そこで決められたのが順位で、内侍頭は従三位、内侍助は従四位、内侍丞は従五位となっている。そしてこの順位に応じて俸禄が支給されるようになったのです。従三位って7500万から1億円くらいの給与が支給されていたと思うんですけど、超バリキャリですね。男性の陰に隠れてあまり注目されていませんが、平安時代の女性も結構稼いでいたんですよ。まとめ。貴族により天皇を中心とした政治を行っていた平安時代ですが、その貴族がどんどん財を持つようになり、しかも上級と下級の収入の差が信じられないくらいに広がっていきます。額面だけ見てそんなもんかなと思っていましたが、内訳を知るとどうしてそこまで高待遇なのというくらい上流貴族におもねった俸禄制度に唖然とします。荘園でもウハウハなのに国からの給与もウハウハって、しかも出どころは結局農民に行き着くわけです。政治には金がかかると言って献金をバンバン受け取ってる政治家がいますけど、平安貴族も自分の地位を守るためにお金が必要だったんでしょうね。かき集めた財力を国や農民のために使ってくれていれば救いもあるのですが、今回はちょっと後味悪い感じになりましたが、女性がちゃんと働けてお給料ももらえていたことが分かったんでほっとしました。こういうことが分かっていくとドラマとか小説の見方が変わってきますね。